皆さんこんにちは。今回から妖怪ウォッチメダル坊主が7月30日配信されました。やっと配信されましたね。4月ぐらいにベータ版が出ましたが、しばらく待ちましたね。やり方はすっかり忘れちゃいましたが、本当楽しみでした。今回は1から始めまして、フレンド募集を行うところまで進行していきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ムービーシーンなどはございますが、実際に遊んでいただいてご覧いただきたいと思うのでスキップいたします。大事なところは隠しておくタイプです。男の子か女の子か選べます。どっちにしようかな、男の子にしようかな。性別多少とかしたらね、この先何が起こるかわからないからね。この日本は変なところだけ厳しい国ですからね。髪型、顔、上着、靴、ズボンとお選びいただけるそうです。なんかすごい不良みたいですね。こんな感じになってますね。普通の髪型か上げてる感じ。おお、回せるんですね。これ横にこうすると縦はできない。刈り上げてるんだ。2ブロックだね。これはおお、すごいね。小学生の力こんな感じか。まあ、これにしてみよっかな今回は。普段選ばなさそうだし。顔、このはっきりとしたお目目か、ちょっとこの眉毛が特徴的なやつか、このなんかふざけた感じか。ふざけた感じか。どうしようかな。普通のこのキリッとしてるのにしましょう。上着も選べます。いっぱい種類がありますね。4種類ですね。この緑色のフードの暑苦しいのか、このオレンジと黒の暑苦しいやつか、このオレンジの暑苦しそうなやつか、青とピンクの暑苦しそうなやつが選べます。どれにしようかな。短パンは似合わないねこれ。でもこれにしてみましょうかな。こっちにしようかな。どうしよう、こっちにします。こっちの方が動きやすそうだね。ズボン、どう考えてもこの格好はおかしいですね。長いタイプか、これか、これも選べますが、これもおかしいですね。これかな。ではこれにしましょう。でも足元ちょっと暑苦しそう。こっちでいいかな。これにしましょう。まあめくってるだからね、下ろせばまあ普通になりますし。靴も選べます。オレンジ色の靴、なんか上着とかぶってて嫌だな。これかこれか、これもかぶってんな。これか、黒かな。無難は黒だよね。またはこれどうしよう。これだとちょっとあれかな。じゃあこっちにしましょう。バスケットシューズ。バスケはやったこともありません。いやー、ほんと学校の授業の時はきつかったね。あれはなんかボールをパスされるんだけどさ、どこにパスすればいいか分かんないからずっと持ってるんだよね。誰か来てみたいな感じだったんだけど、みんなさ、ゴールの方もさ、さささってもう自分が投げてくれるみたいな思ってくれてて、なんか行っちゃうからさ、ちょっと待ってよ、誰にパスすねえばいいねんってなって一人で突っ立ってるみたいな。それ見て女子が大笑いしてるみたいな感じありましたね。だから女子の方にヘルプみたいな感じになんかやってて、はい、先生に早くしろよみたいに言われてました。そういう人間です。適当ですね昔から。名前決めましょう。私の実況ネームはもうご存知の通りポプーラと申します。ポプーラにウをつけてポプーラです。なぜウなのか分かりません。ではポプーラでお願いします。キャラクター作成これでよろしいでしょう。さあ、ここまでできたんですから、次はもう早速ゲームができるんでしょうか。ベータ版と同じ流れのはずなんですけれども、全く覚えてないですもんね。ベータ版の時の実況動画と何してたっけ。もしかしたら全く同じ内容やってるかもしれません。あ、ムービーシーンはカットしますね。詳しくは実際に見ていただきたいと思います。ウィスパーからのヒット、倒れた妖怪復活させる力を持つ妖怪も存在しますってことので、おー、治安が悪そうですね。相当やばいよ。日本とは思えないな。こういうの中東でよくありそうですね。中東じゃない、中南米あたり。やらしいやらしい。ブヨン人望がそこにいるわけね。ここのシーンもカットしちゃいますね。会話シーンもお楽しみという要素ということで隠します。そうだね、必殺ゲージの説明が入っております。マッタになると発動ができて、タップするとユークンストーンって出せるみたいです。ダダダダダーンと。すごいですね。妖怪にだからこそできる技ですね。人間にこの攻撃をしたらもう大変なことになっちゃいますね。血まみれになっちゃう。あ、相手はジュバニアですね。ジュバニアが敵なんだ。ここも楽しみよ。チェンジ。おお、いいね。ジュバニア飛び越えた。うわ、痛いにゃ。痛いとか言ってられんわ。
どんどんやっちゃってくださいな。よし、おお、必殺技が一瞬で満タンになりましたね。お願いします。おお、容赦ない。誰だこの雷の技。雷蔵か。ピカチュウみたいだったね。ウィスパークレードヒット、プロフィールメダル決めておいてください。プロフィールメダル、あー、あれか、なんか助っ人で選べるやつとかですね。スキップが多い。あ、そうなの、いろいろ設定しなきゃいけなかったんですね。髪型がやっぱりひどいな。まだ報酬受け取ってない実績ありますよ。あ、これが実績のところですね。で、ストーリーとかこういうところで、あ、なんかおかしいことになってますね。なんかバグってますね。まあいいでしょう。あららら。あ、次はもう早速冒険ですね。ちょっとまだ時間かかりそうですが、レベル1になってますね。レベルが上がるとなんかスタナミンダーみたいな上限値が上がるんですよね。まあよくあるやつです。いいね、こういうレベルの要素って結構大事だったりするよね。妖怪さん口はさ、そういうのがないからさ、ちょっとあれなんだけど、まあその代わり少数とか見えますけどね。まあスキップしましょう。ここら辺もお頼みちみ要素。なんとかでウィスーっつってたね。ウィスパークルドヒット、実績クリアしたらトロフィーもらいます。早速桜住宅街でプレイしてみましょうか。まだこれお家行けない。あ、行ける、行けますね。郵便でしょうかこれは。あ、何これ。あ、メダルウォーズ対抗戦、所属したいチーム選んでね。コマさん、ジワニャ、どっちがいいんでしょうか。コマさんにしてみようかな。 OK。 あ、コマさん T シャツプレゼント届いたよ。だってなんかもらえるのかしら。あ、なんか拾っちゃった。お、これはね、猫又ちゃんと一つ星メダル。もう早速もらえるんですね。早い早い。ケイタ君になりきれそうですね。アバターパーツとか。さっきもらった T シャツみたいの。あ、なんかロブニャンがもらえましたね。さっきもらった T シャツも着てみたいな。コマさんゲット。猫又。まだいる。何これ。ダイヤニャンだ。いや、メラメラゲット。さっきポケモンのブラックホワイト実験にもメラメライオン出てきますね。チャンピオンがメラメライオンですから。クローゼット、これがお洋服さっきのかな。記憶をたどらなきゃいけないね。あ、これですね。メイクアップとかもあるよ。いや、でもこれしかないよね。あ、まっ、ケイタキュン、ケイタキュン。顔もケイタキュンじゃん。あらららら、あー、ケイタキュン。無造作ヘアってなって。無造作。そのままじゃないですか。じゃあケイタキュンになりましょう。せっかくだから。いいんじゃない。ズボンもケイタキュン、ん、ケイタキュン、これ違う、こっちだね。ケイタキュンは、あらら、ケイタキュン。あ、これコマさん。あら、コマさんの服いいじゃん。かわいい。ケタキュンだとちょっとあれかな。完全ケタキュンの。完全ケタキュンだからダメだね。帽子もあるよ。あ、でも選べないね。あ、なんか、これはなんだろう。プレゼントマークって。あら、かわいい。メガネもないね。あ、いいじゃない。完全ケタキュン。でもここも、あ、あれ、洋服、あれ、あら。洋服がまた戻っちゃってね。前は、あ、お前の顔なんて見たくない、無理。狂っちゃうからやめて。実績が見れますが、設定かな、違うわ、こっちだわ。これですね、登録番号出てますので、これを登録するか名前打ってばいいらしいです。ごめんなさい。くしゃみ出ちゃった。何にしよっかな。ポプラチャンネルですみたいな。ポプラちゃんチャンネルの、のポプラでですみたいなね。ここはあえて点を入れとこう。あ、ダメだった。まあこれでいいんじゃない。おめでとう、引っ越しました。登録番号とか出てますね。こんな感じ。フレームとかもあるけど、まだ選べないね。
てなわけで、今のやつもう一回出しましょう。ここ押せば出るらしいです。登録番号が 3J1FOA となっております。これな、登録番号をコピーしましてということで、 3JI かな、これ L かな、たまに分かんないのはありますよね。 I だと思います。 JIFOA でございます。よかったら登録してみてくださいね。はい、まあたまにやるぐらいです正直課金とかはしないです、まあ、やれるときに頑張りますので、ぜひ、まあなんかプレゼン、なんか送り合ったりできるんだよね、友達の絆ポイントだっけ、あれのあれは、あれはちゃんとやりますあれのあれのあれはちゃんとやりますので、申請していただければ送ります。この若葉マークのですね、はい、で登録するときはここにポプーラって打てば出るんじゃないかな。ポプーラ、あら出たこれですね、あなたですよあなたですよじゃねえわということで、ぜひよかったら登録してみてください。はい、というわけで本日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。